新栄堂の武雄です。本日は、偏光調光レンズについてお話をさせていただきたいと思います。偏光レンズと、調光レンズ、これまで、各々のレンズの特徴等についてお話をさせていただいてまいりました。見逃し方は、以前の武雄ニュース、動画を、ご覧いただければと思います。そして、偏光レンズや調光レンズの他に本日ご紹介させていただく、偏光調光レンズ、こういったレンズがあります。その偏光調光レンズ、例えば、こちらが NXT の、スーパー AGV という偏光調光レンズになります。そして、こちらが、ドライブウェアという、偏光調光レンズになります。こういった、偏光調光のレンズというものがあります。偏光調光というと、文字通り、偏光の機能と、調光の機能を併せ持ったもの、2つの、特性を持ったレンズが、偏光調光と言われるレンズです。ですが、これはスーパー AGV ですが、こちらを見ていただいて分かるように、もともとある一定の誤差が、ついております。裏も表も、このようにレンズに色がついているのがお分かりいただけると思います。以前、偏光レンズの定義について、お話をさせていただいた中で、偏光レンズとは、ある、一定以上の偏光度という、反射を取る、割合ですね、これが出ていないと、偏光レンズとは言えないと申し上げました。偏光度を、出すためには、もともと、その偏光レンズの心臓部ともいえる偏光フィルター、偏光膜自体には、色がついておりません。そして、これに、染色をしていくこと、レンズになった状態で、染色をしていくこと、それで、光吸収率というものが高まり、偏光レンズとしての、機能を発揮いたします。そして、偏光調光レンズ、端的に、簡単に申し上げれば、偏光調光レンズとは、中が偏光レンズ、これが、仮に偏光レンズだとすると、この、レンズの表面に、調光の機能を持った、ものを、施したもの、これが、偏光調光レンズとなります。基本的には、レンズの表面に、その色の変わる調光素材が、つくような形になります。なぜ、裏面に、その調光素材を持ってこないかといえば、裏面になると、もうこの段階で、紫外線であったり、そういった光が、吸収されてしまうので、裏面は、その調光の機能を施しても、正直、あまり意味がない、そういった、部分があるので、基本的には、偏光レンズの表面に、こういった、調光素材を施されたもの、これが、偏光調光だと、イメージしていただければと思います。先ほど申し上げたように、もともとこのように、ある、一定の濃さがもうすでについております。そのために、夜間運転などは、不適合なレンズとなります。ですが、例えば釣り、夕方であるとか、早朝であるとか、そういった時間帯に、行かれることがほとんどだと思うんですが、例えば、朝まずめの、状態から明け方にかけて、午前中、釣りに行ったとします。その中で、日照条件、暗い場面から、だんだん明け方に行くにつれて、明るく、眩しい時間になってきた際などに、適切な色濃度に変化してくれて、実際に、見ている視界の明るさを、この偏光調光レンズが、自動で、その光の量に応じて変化してくれ、一定の明るさを、保ってくれるため、集中力を切らさず、持続して釣りを楽しむことができます。そして、先ほどからご覧いただいている、この NXT スーパー AGV、この偏光調光、いくつか種類はあるんですが、その中で、当店で、最も人気があります。ご注文いただいております。この NXT のスーパー AGV、これの色の変化というものをご覧いただければと思います。今、色が抜けている状態です。
何度もちょっと出して恐縮なんですが、このその紫外線照射器、これで実際にどのように色が変化するのかを見てみたいと思います。今、色が抜けている状態です。これに、紫外線照射器でレンズの色が、変わる様を見てみたいと思います。今、紫外線テスターでこのように、光を当てた部分の、色が変わっているのがお分かりいただけますでしょうか。このように、その紫外線量に応じて、光が当たった部分の、色が変化いたします。そして、これからご覧いただく動画で、その変更の機能も、しっかり入っているのが、ご確認いただけるかと思います。それではこちらの動画をご覧ください。こちらが、金鋭度の、変更レンズを、体感していただけるコーナーですが、今、こちらにあります丸みが、ここに水が張ってあるんですが、丸みが、反射して映っているのがわかると思います。ここに、このスーパー AGV レンズを、つけて、どのような、見え方になるかチェックしてみたいと思います。それでは、実際にレンズを取り付けて見てみたいと思います。先ほど映っていた、アルミの反射がかなり、消えているのがお分かりいただけると思います。もう一度外してみます。アルミが、しっかり映っています。これにもう一度レンズを当ててみます。アルミの反射が消え、中がすっきりご覧いただけるのがお分かりいただけると思います。これだけ、その変更の機能が、効いていると、そういったことが、この動画だけでもしっかりお分かりいただけると思います。このように、変更の機能と調光の機能を合わせ持った、唯一のレンズ、それが、変更調光レンズと呼ばれるものです。すでに組み上がったものであれば、代表的なものでいけば、こちらの、0RH プラスの、NXT、変更調光レンズがセットされた、モデル、こういったものも、ございます。基本的には、どんな、サングラスであったり、どんなスポーツグラスにも、適合させることが可能でございます。完全に、色が抜けるレンズではないですが、唯一、変更と調光の機能を合わせ持つ、画期的なレンズ、それが、変更調光レンズ、きっとこのレンズは、様々なシーンで活躍してくれるレンズだと思います。目に優しい、変更機能と、そして、自動で濃度が変化し、常に、一定の視界を得られるこの変更調光レンズ、どうぞよろしくお願いいたします。金鋭度の作業です。2012年6月、いよいよ、2012年も、6月となり、この1年も、折り返しの、月となりました。今年2012年、金鋭度は、5月を決算月とさせていただいておりますが、皆様のおかげで、無事64周年を、終えることができました。この場をお借りいたしまして、皆様には、心より感謝申し上げます。ありがとうございます。そして、いよいよ新年度、65年目が、金鋭度にとっての65年目の年が、始まりました。これからも、さらに、精進して、皆様により良い商品をご提供できるように、精進してまいりますので、どうぞこれからも金鋭度をよろしくお願いいたします。そして、この金鋭度、私が帰ってきてから、かなりの年月が経つんですが、今回の、竹尾ニュース、クイズに答えて当選者に、プレゼント企画、今回は、私のことに関して、クイズを出題させていただきたいと思います。金鋭度のホームページ、本当に今、
まあ、毎日たくさんの方々に、ご覧いただいておりますが、まあ、ホームページ、私がずっと、担当させていただいて、作らせていただきましたが、まあ、当初、金栄堂のホームページ、まあ、2002年から、させていただいたんですが、当初、3ページだけの、ホームページでした。それが、今や、まあ、1万ページを超える、ページ数となっております。まあ、様々な、企画であったり、まあ、様々なアイテム、そういったものを、ご紹介させていただいておりますが、まあ、これからも、まあ、より良い、まあ、より分かりやすく、本当に、皆さんが、まあ、そのご活躍の、アイテムを見つけられるような、そんなホームページ作りをしていきたいと思いますが、さて、私が、この長い後、そして金栄堂に戻ってきたのは、果たして何年でしょうか。その年度を、まあ、クイズとして今回は出題させていただきます。まず A、私が帰ってきたのが、2000年、そして B、2001年、私が、この金栄堂に帰ってきて勤めたのは、A の2000年と B の2001年とどちらでしょうか。私が、帰ってきた年、まあ、A か B かお選びいただき、ぜひ、またどしどしご応募いただければと思います。なお、今回のプレゼント、見事、正解者、そして、正解者の中から、抽選で選ばせていただいて、見事、当選となりました方には、今回は、まあ、6月の、最初の動画でもご紹介させていただいております。まあ、こちらの、偏光調光レンズ、こちらを装備した 0RH プラス、スティルス、もちろん、レンズはこの NXT ソフトレンズ、こちらが、入ったモデルを、プレゼントさせていただきたいと思います。ぜひ、動画をご覧いただき、皆さんどしどしご応募いただければと思います。新しくなった、年度、創業65年目、金栄堂をこれからもよろしくお願いいたします。